9月30日土曜日午後5時47分の日本海はかすかに小雨降ってますけど、波が今ブレイクしてますね。あそこで右前からかすかな温床が吹いてましたが、今止んでるので傘を差しながら撮影できてます。あ、今風が止みました。ありがたい、いい感じの練りが入ってますね。こちらもかすかな温床で、海にはいい感じのうねりがインサイドから割れてますね。乗れるっていうもんでもないですが、比較的ゆったりとしたうねりが入って割れますね。それに合わせればテイクオフぐらいできるかもしれませんね。あ、いい感じのうねりが入ってきた。気温は23度ぐらいです。風は今ほとんどないですね。左側の奥ミドル付近から今割れてましたね。待てばここでも乗れたのかな。あ、今かすかな温床がまた右前から吹き始めました。海には比較的いい感じのうねり入ってます。明日どうですかね。干潟はこんな感じです。今の時点で鳥は見えませんね。うちわも結構雨がしっかり降り始めました。風がないので撮影できてます。